ので、結構船が今ロープ長めにつけてるので斜めに行ってます、はい、でエントリーしたら前のロープの赤のところで収穫したいと思います。はい、エントリーしたらちょっとこう泳いでいく。で一番深いところで12メートルぐらい、まあ、水深も浅めになってますので最後はまったりゆっくり潜って帰ってこようと思います。一応残圧80と万が一の確率によって1分持ってるところで持ってる時間は大体50分ぐらいですかね。ちょっと長めに潜りましょう。でこのポイントはね、こいつ鼻ひげやつを結構巣穴を移動することが多いので潜りながら探しますんで大体いますから見つけるまで上がってこないつもりでは